これから起こることをすべてお話ししたいと思います。パパがまた新しいチャンネルを作ってしまいました。申し訳ございません。ございません。なので今からそれを見ていきたいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。中島ゆきです。桜川ねるです。なんとこの度2人でYouTube の番組が出来上がりました。イエーイ。びっくりした今。今何が起きたのか全然分かんなかったんですけど、というわけで今日ユッキーをここに呼んだな、はい、他でもない。おこれはめぐちの夢が叶った番組だよ。あ、そうなんですね。ちょっとね、ことの起こりはね、はい、教えてください。うん、2ヶ月ぐらい前に、はい、ご飯食べに行った時に、うん、行きました。行ったの。何をですか？ユッキー。何？どうしたの？めぐちには夢があるの。何ですか？ユッキーと一緒にマイクラで同じ世界を旅したい。おー、そうなんですね。違うよ、そんなことなくていいっすねみたいな、なんかもうすぐできますみたいなプレゼンをもらったの。ちょうど私それにぴったりな仕事があるんですよ。そうそう。これで言うぴったりな仕事って言ったの。言った気がする。そしたらトントン拍子でマネージャーさん同士が連絡を取ってくださって、はい、そうですね。で、ちょっと話は戻るんですけれども。何戻んの？何も始まってないよ。あ、そうだ、始まってないです。うん、中島ゆきと桜川めぐの、うん、まあ、チャンネルみたいな感じになってるんですけど、はい、とりあえず今はカッコ仮で、うん、ゆきめぐ TV っていうことにしようって話をしたんですけれども、もしかしたら皆さんの中でいい、こうね、チャンネル名作ってくれるかもしれない。はい、我々ですね、はい、特にこだわりもなく番組を始めようとしてしまったので、はい、番組名を誰も考えてなかったんですね。はい、でもついさっき、ゆきめぐ TV にしようっていう話になったんです。そう、ありきたりな、ありきたりな、誰もが考えられることを誰もがいいんじゃないかってスタッフさん方にもぶん投げられてしまったの。はい、なんか皆さん素敵な、ね、チャンネル名があったら、はい、ぜひ。それはね、YouTube のコメント欄だけにしましょう。わかりました。案募集は、うん、なので、うん、いいものがあったら、うん、ちょっとこういうのいいんじゃないっていう形で気楽にね、うん、気楽にコメントに YouTube のコメントに残していただければなと思いますので、うん、たくさんください。はい。はい、ということでマインクラフト楽しみだね。うん、ね、ね、なんかもう楽しそうな2人だね。ね。ゆきめぐ TV。はい。あれ？うん。あ、違う。あ、でも今はね、カッコ仮だから、ね。あ、そっか、仮だからね。チャンネル名はこれから変わるかもしれないので、うん、そうだね、皆さんコメントで募集してますので、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。グミペア、サンジーラおやつだ。